視聴ありがとうございます。シンガーソングライターの朴優です。本日の動画はコチトラ自腹じゃ。朴優が毎週 CD ショップに行き、その週に発売された新譜の中から1枚をチョイス、自腹で購入し5段階で星をつけて評価レビューするという企画です。毎週水曜日に CD レビューをする CD を選ぶ過程を動画にして公開し、翌日木曜日にそこで選んだ CD をレビューしております。ぜひどちらの動画も合わせてお楽しみください。今週もホームタワーレコード新宿店やってきました。ちょうどですね、今7階ニューリリースフロアで桃色革命というアイドルグループのインストアイベントが行われておりまして、普段は7階のニューリリースフロアから回るんですけれども、ちょっと大変な騒ぎになっておりますので、今週は8階の邦楽フロア、いつもよりちょっと入念にじっくり回っていきたいと思います。それでは行きましょう。はい、エスカレーター上がって一番目立つところにはじゃじゃん、スタッツさんのアルバムが、陳列されております。先日やった星野源さんの、新曲の、楽曲分析、でも触れましたけれども、ここでスタッツさんのアルバムがリリースされるんですね。僕は全然知りませんでした。でもいろんなものがこうつながってるなっていう感じがしますよね。15曲入り、これはいいんだろうなきっと。いろんな、アーティストシンガーを、ゲストに招いて、フューチャリング何々みたいな形で、アルバム構成されております。これはかなり有力候補ですね。続いてステレオガール、これちょっと気になるな。これ今週かな、未確認フェスティバル2018準グランプリ、これあの10代のバンドのコンテストみたいなやつですよね。インディーズかな、ちょっと発売日がわかんないですね。まあでもこれちょっと気になります。続いて梶秀樹、今週もなかなかあの粒ぞろいというか面白い作品多いですね。ミニアルバム5曲入りでございます。こちらは発売日今週ですね、9月5日。これもちょっと気になります。そして、ここに先週レビューしたマバナさんの作品がありまして、こっち見ていきましょう。あ、ここはね多分 2,3 週間変わってないですね。こういった作品並んでおります。そしてそしてホタル日和、ホタル日和ってなんかちょっと気になってた気がするな。メンバーを新たに迎え4年ぶりとなる音源を出す、ホタル日和ちょっと気になりますね。これも今週かな、そうですね9月5日。こちらも候補作、にしておきましょう。はい、今週の、朴優と相性抜群の、場所にはモノンクルの新しいアルバムが並べられております。あのね、いいですよモノンクルは。と言ってもですね、このコーナーでは取り扱えません。というのもまあ大学の後輩とかなんで、ちょっとねフラットなレビューはできないだろうということで、まあ、とりあえずねおすすめはしておきます。あのすごいな、頑張ってるなって、私も頑張らなければいけないなっていうふうに思いますね。まあ、ちなみにあの直接的な関わりっていうのは僕はないので、向こうは僕のこと知らないので、まあでも大学一緒だよっていう、ユニットですね。もう素晴らしい、音楽作る2人でございます。はい、ちょっと面白い作品見つけました。アッコがおまかせ、和田アキ子デビュー50周年トリビュートアルバム。50周年ってやばいですね。これもなかなか面白そうだな。参加アーティストは、ミーシャ、マンウィザミッション、竹原ピストル、ジュジュ、横山健、大原さくら子、トシ、クレイジーケンバンド、エグザイル、小吉、サンボマスター、騎士団、マットキャブ、C&K。あ、これもちょっと面白いですね。これ今週ですよね。9月5日、そうですね。いや、今週も悩ましいですね。これも有力な候補作です。はい、フロア中央部、新作が並ぶコーナーにやってきました。エメさんのこれはシングルかな、バックナンバーのシングルとか、あとは、アルバム作品でいうとなんかあるかな、ここにはアルバムあんまりないかもしれないですね。グループ魂、あ、これも DVD 付きのシングルですね。
サンボマスターのシングルとか、大塚愛さん、これもシングルですね。あ、シングル？シングルですね。3曲入りで、インストゥルメンタル3曲で、6トラック、そんな感じになっております。で、ここに先ほどご紹介したスタッツさんの作品も並んでおり、あ、大江千里、これやばいな。自身のキャリアをピアノで綴るデビュー35周年記念作品、やばー、これあー、これやばいな。9曲入り、これでもピアノにするんだ。ポップミーツジャズ、ジャズミーツポップということで、いやー、これ気になる。かなり有力な候補作ですね。そして、今週の大人コーナーは、これ斉藤和義さんのベスト版って結構前の作品ですよね。そうですね、7月発売なんで、もしかしたら今週は大人コーナーに該当するようなアーティストの、目立った作品のリリースというのがなかったのかもしれません。この辺もね、先月の作品ですよね。この辺は割と昨年リリースされた話題の作品とかっていうのも並んでますね。あんまないな、気になるの。てか今週発売のがないな、あんまり。マシノミ、あ、これもシングルですね。ちょっとね、なんか名前は最近よく見るんで気にはなってるんですけど、どうなんだろうな。はい、さっきちょっとね見逃してしまっていたんですけれども、真心ブラザーズのニューアルバムってのもありますね。これも面白そうだな。てか今週やばいな、今週欲しい作品が多い。どうしよう。それでは、アイドルコーナー行って締めたいと思います。はい、目立つところに陳列されているのがエンパイア。これはあのビスとかビッシュとかの仲間で合ってますかね。ちょっと僕こっち系ねあんまり詳しくないんですけども、これはアルバムなのかな。カセット、ブルーレイ、写真集、すごい携帯ですね。8000円、どれを買えばいいんだ。最近たまにね、あのカセットで新作出すっていうアーティストいますよね。でアイドルに結構多い気がしますね。でそのお隣はフィロソフィーのダンス、これシングルなんですけど、結構ねフィロソフィーのダンスもね今気になってます。ただまあこのコーナーは、アルバムを取り扱うということで、ちょっと今回はパスということになります。で中ちょっと見ていきましょう。なあ、これ面白いな。彼女のサーブ、彼女のレシーブ。もうアイドルってもうこんなんゴロゴロいますよね。面白いな。しかもこれアルバムですね。2人の夢のラリーはまだ始まったばかり。サービスエース、なんだこれ。これなんか情報を持ってる方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。これめっちゃ気になりますね。なんかレディートゥーキス、タイに行きたい。じゃあそれ、まあ、これはでもシングルですね。タイに行きたい、じゃあそりゃ。そしてちなみにね、今週も、自撮り棒を忘れてしまいまして、今腕の方がかなり限界に達しております。腕がプルプルしております。手ぶれしていたら申し訳ございません。この辺はまあいつものこう坂道コーナーという感じで、新作のリリースっていうのは今週はありませんね。はい、アイドルコーナーを回って締めると言っていたんですけれども、今ね店頭演奏中の曲ちょっと気になりまして、これ誰の何なのかなってこうチェックしてみたらですね、ザ・夏休みバンドというバンドの作品ということで、ちょっとこれ気になります。確かねさっきねどっかで見かけた気がするんですよ。ちょっとチェックしてみます。夏休みバンド、この辺にあったはず。あ、あった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 、こちらですね。これ今週なのかな。あー、今週か。10曲、いやー今週悩ましい。2枚ぐらい欲しいぐらいの感じですね。そのまあ僕が好きそうな作品が多いっていうのもそうなんですけど、それでいて聞いたことのないアーティストの作品っていうのが多くて、今週は、かなり悩ましいです。ということで、フロア一通り回ってみました。一体パクユーどの作品をチョイスするのか、予想して、明日のレビュー動画お楽しみにお待ちいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。
まあね、モノンクルもね、さっきからずっと流れてるんですけどね、いいですよ。